と見てもらっていいですか。はいはい。博物館で何を展示するかなんですけど、うん、まずこうね、はいはい、ここに大釜を置きますよ。あ、ゆうちゃんいるかな。隠れてますね。ピョンピョン。オッケー。ここにどこだ、どっから現れる。上から現れない。現れないんだ。現れない。上。お、いたいたいた。どこだ。ででででー。うわ、来たー。空を泳いでる。落ちちゃった。あ、落ちた。落ちてる。落ちちゃった。ほい。はい。で、まあね、ここにクリーパーを入れますよ。ほい。ほう。で、閉じ込めますよ。はい、完成。おお、すごい。これね、サバイバルでも爆発しないんですよ。ほんとだ。やってみよう。ほりほり。ほり。ほりほり。ほり。ほりほり。ほり。イェーイ。だからね、これをね、他にも。ほうほう。例えばほら、ウィッチとか。うわ、やばいやばい、殺される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 。おー、危ない。あれ、ウィッチ、大丈夫かな。帽子でけえな。帽子でけえな。帽子でけえな。頭が飛び出てる。上にも。おー、なるほど。帽子でけえな、お前。お、なんか、これサバイバルでやってくるかね。ええ、投げれるもんなら投げてみろ。はい、攻撃攻撃。当たらんねえ。よし。壊れそう。やめとこ。終了。これ終了。なるほど、これが博物館。の展示品が面白いかなーって。いいね、展示。一緒に。いいね、いいね、この展示。じゃあ、作ろう、作ろう。ここに、ここに、が、うちって置けたりします。あ、置けるんだ。いいね、置けちゃうんだ。そっか、クリーパーだったら何、火薬とか？そう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 。火薬か。PMF ワールドナイン。魔女だったらそれっぽい。フグを置くと。フグか。ああ、まあ、なんか魔女さんに聞いたんですけど、ポーションの材料なんかフグいるらしいですね。あの、魔女特製の。ほう。たまに失敗して水中呼吸になっちゃったりするらしいんですけど。ほう。これで落とすものを置いていくと。あー、あと砂糖、レッドストーン。レッドストーン置いた。砂糖と棒か。棒か。瓶。あと瓶か。瓶と棒か。いっぱいあるな。まあいっぱいあるな。ブローストーンとかは多いんで。それか。まあそれと瓶ぐらいか。お前火薬だけか。寂しいな。お前火薬だけか。いや、ありますよ、ありますよ。はい、火薬。まずこれでしょ。4つなんとか埋めよう。ある？あるの？あ、なんとか、なんとか見つかりましたよ。お、見つかった？お？まず火薬でしょ。で、頭。あ、そっか。帯電クリーパーか。で、最後無理やり。無理やりだな。卵。無理やり感あるな。TNT 落とすんだ。TNT は落とさないよ。作るってことやらない。落とさないの？落とさない、落とさない。なるほどね。うん。TNT 落としたら怖いか。怖い怖い。
体の中に詰め込んでるみたいな。こいつの頭の中は TNG だ。分解すると中には TNT が。よし、じゃあどこに作ります？隣に？どこにします？どこでもにしよう。じゃあここだな、隣にしよう。あ、どうなんだろうな、壁は。壁壁、そうね、博物館といえばやっぱり博物館白ですよね。クォーツの柱があるですよね、やっぱり。石レンガ、石レンガ、あー、それはないか。あ、石、あのクォーツのあれでもいい。おおおお、見方変えたあれだね。プルパでもいいかもしれないですね。プルパ、うん、おお、はあ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 、パープリルです。パポ、いいね。まあ、だんだん、ワヤチさんの紫も少しずつ濃くなって、じきに黒になっていく。なんだと？ピープルメイキングザ・ファンワールド9。ブルパーブロック柱、柱、特徴的な建物になりますね。柱で真ん中通って入り口とかという形はどうですか。入り口は、入り口は床は、床、博物館はやっぱり白でしょ、やっぱ多分クォーツでいいんじゃないかなって。鉄ブロック、あ、クォーツ、うん、クォーツかなーって思います。やっちゃってやっちゃっていい。こちらこっちます、横に。ああ、そ、ああ、それでいこう。よし、それでいこう。あ、いいね。階段、落ちちゃった、落ちちゃった。いやー、おおー、いいね。そしてね、まあ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 、こうね、扉って1マスで大丈夫ですかね。うん、いいっすよ。そしてまあ、はい。お、どうやって入るんだろう。厳重だな。力で入ります。力をご利用しで、ご利用し、うわー、体当たり、体当たり、よしだで、まあ冗談、マジか、引っかかるっていう。この窓はどうしますか。窓、窓手前とかだけですよね。多分奥の方に展示品なんですよね。ああ、窓はいらないんじゃないかな。だってやっぱり外から見られたらダメじゃん。せっかくの展示品を、うん、基本密閉空間ではないかと思いますが。なるほど、うん、ではないかと。これもちょっと定かではないけど、上の方にか、換気用の。そうそうそう、換気用のなんか、うん、換気はやっぱ必要ですからね。換気ですよ。換気、換気って言ってた。換気、換気はしません。換気はしません。お金は。PMF ワールド9、こういうなんか博物館のね。あ、いいね。ここ博物館。博物館？博物館。お、博物館ですよ。うん、このぐらいですかね。あ、何マス？あ、いいね。いいね、いいね。ここクリーパー博物館。ここは、あ、そういうとクリーパーだけ見てるんだけどね。クリーパーが所長なのだ。そして仲間を放置して、放置じゃない。放置ね。さすがクリーパー先輩っす。あ、尊敬するっす。パイセン、尊敬するっす。尊敬しますね、さすがにこれは。うん。さっさ
名前かわちゃん、あの本読んで作ったって言ったじゃないですか、この信号機だっけ。信号機、うん、その本僕も持ってました。あ、マジで。で、なんかあれがあったじゃないですか、今その本用意できます、かわちゃん。待ってね、あった、ありました。はい、用意できましたよ。はい、確かにマインクラフト建築ガイドってですよね。そうですね、はい。最初の方に他の人が作ったやつがあって、そうあ、そう、最後の方の188ページ、テキストみたいな188ページはい、ありました。進路の案内板ってやつあるじゃないですか。うん、ありますね。これ良くないですか。あ、いいね、これ進路かっこいい。まずこれを作ると。作ってみます。お願いします。お願いします。ここに作りましょうか。案内板だからどこだろう。案内板ってどの辺にあったっけな。手前だっけ、手前、奥、一緒のとこにあったっけ。あんまり覚えてねえな。しっかりと覚えてねえな俺。あ、でも同じとこにあんのか。例えばこの信号機のこのちょっと上の方に作るとか、そんな感じじゃないかな。あ、案内板とかって信号機ここがあって、この上の方に、ここですか。うん、そうそんで、こっち向きか。ちょっとこれ仮で作るけど、こんな感じで、こっち側から来る車のためのこうか、進路的にこうか。ちょっと高いのかな、まあでも仕方ないか。うん、じゃないかな。うん、そんな感じで。なるほどね、うん、そうまあ、作っていきます。お願いします。ちょっと、わあ、もうできてる、なんかできてた、こっち。なったことないか。うはははは、さすがっす。さすが、うわ、尊敬、うわ、尊敬、めっちゃ尊敬。間何しようかな、これブルーパーの、模様入りがいいのかな、柱か。ご視聴ありがとうございます。パソコンの方は符号を投げまくってる一度山のスイッチをクリックするとチャンネル登録画面に行きます。そして額縁に入っている符号をクリックするとこの動画の再生リストに行きます。スマートフォン、タブレット端末の方はこの画面を参考にチャンネル登録をお願いします。ドライトさんはツイッターもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。それでは次回もよろしくお願いします。